甘いもん食べたいな、もうこうねビビッとくるようなね甘いもんとお腹にたまるもん食べたいですよね。ということで今日はブラックサンダーのホットサンド、これから家に帰って作ります。ブラックサンダーのホットサンド、これねいつも通りね焼いていく感じですね。はい、こんな感じでね中のチョコは溶けてるんですが、あの中のねザクザク感はね残ったまんまです。食べてみます。それではいただきます。うん、チョコの香りがすごいして、中のザクザク感は残ってます。これは美味しい。皆さんもぜひブラックサンダーで稲妻級のホットサンドを作ってみてください。